敵が迫ってきましたか。一度引き体制を整えましょう。解剖。新義山城から主力はおびき出せました。あとはあの者たちがうまく動けば。 織田の方々、急ぎ城内へ。今なら警備は手薄でございます。レベキ一体、音もきっとうごめくらせるだろう。な、内通者がいただき、急ぎ天守の守備を固めろ。 はめられてた。 しまった。正信の願いは偽りでしたか。さて、そろそろ信長の運命を奪いに参ろうか。解剖。
失態を犯した光秀に代わり指揮を取れ。皆の者、松永軍を押し返すんじゃ。 貴様の弱点は知っておるぞ。貴様も優しい。特に女には開門。久秀のやつ、おいつさまを狙っとる。いいか、院長に指揮官手にやっとれば。開門。 戦を指揮すべき者が単独行動に出たぞ。織田の将どもも戸惑ってやる。秀吉様、悪の手の上で踊らされちゃったか。ここは俺たち軍師が頑張るしかないっしょ。開門。 人の恋路を邪魔するのが大好きなの。ご詰めを導入する久秀の増長もこれまでだ。主の不手際を軍師が挽回する。なんとうるわしき主従愛。 教えてやろう。頭脳とは悪事を生み出すためにあり。おお、見よ、織田の将兵よ。軍神上杉謙信が松永の加勢に参ったぞ。 あれはどこからどう見ても謙信。止めねばなるまい。 開門。愚か者どもが釣られるとは。信長、行くぞ。持参した分は馬働きで返すのだ。 様々な関係を申すが、戦力様は埋め難い。涼しい顔の信長が。任せる。任せる。行く。あの剣心にあまり近づかれるとバレる。接近する前に背後から撃ってしまえ。 長年の因縁に決着をつけてくれるわ。開門。怖い。我が輩のことをそんなに恨んじゃいや。我が原因。 楽しんでいただけたかな。久しぶり。次はお主の妻の幻影を出してやるぞ。結構だ。帰れ、この野郎。
追い詰めましょう。信長、まだあんなにも兵力を。こうなってはもはや城に引くしかない。 信長、我が輩の首が欲しくは天使に来い。勝利条件変更。結局信長は打てずじまいか。どうするのかな、松永殿。こうなったら 派手に自爆してやるわ。さすれば運命は我が輩の手の中のままよ。